D1 終了後行われたファン感謝イベント恵比寿夏祭り、全選手全マシンがコース上にお目見えして、写真撮影サイン会など思い思いのスタイルでファンとの交流を楽しんだ。そして恵比寿の名物といえば子牛の丸焼き、出来たてほやほやがファンのみんなへ無料で振る舞われた。時を同じくして D1 ステージでは吉本オンステージを開催、笑いのプロフェッショナルが会場を笑いの渦に巻き込んだ。そんな中、8月6日は86の日ということで、86ファンが集まってミーティングが行われた。そこであの伝説のチームの復活が宣言された。 FT86 に向け再結成、ミトナットレーシング。ミトナットを知らない人のためにご説明。当時バリバリの現役 GT ドライバーだった2人、アキラとオリドが結成した86チーム、それがミトナットレーシング。夢を大きく全国制覇、次々と現れるモンスター86たちと戦い、勧誘しては勢力を拡大して回った。ストリートからサーキットまで場所を選ばず爆走し、その無鉄砲な数々の蛮行は伝説となった。しかし時代の流れか、いつしか自然消滅的に活動を休止したのだった。あなたさっき D1 出てませんでした。なんだっぺ D1 って。D1 にさっきスープラみたいの乗ってませんで、でタイヤがこんなになっちゃって、なんかさもう心配でしょうがねえんだ今。まずは D1 で戦う最新鋭のチューニングを施した864台をチェック。これ320馬力ぐらい、何馬力ぐらい、これそれぐらい、そうだろ、ほら見ればわかんな、320馬力ぐらい SR、 いやこれ唯一4エンジン、4エンジンターボ、綺麗じゃん、おい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 、いやこれ今日走ったとは思わないね、これ、ミトナットレーシングはご存知ですか。知りませんし、これから知ろうとも思いません。いやいやいや、あの強制的にですね、今日86の日で86乗ってる人はミトナットレーシングに加入しなきゃいけないし、これ、はい、これ知ってるよ、見たことある、これ見たことある、やっぱりこれビデオで86、今ね、あんたたちじゃないですよ、86といえば日々の、これは 3SG です。あ、これみんなも見たことねえべ、これ日々のね、すごいなこれ。まず出し切ったことないんですけど、ね、出せば550、80、そうだよね、まあ、お前には踏めねえな。あ、行った、あ、行った、オリドならできるけどな、あ、行った、あ、ちょっと怒らしたらマジ、大丈夫ですか、オリドならできるけど、おめえじゃ無理だ、ね、違う、君たちうまいの、あ、出た、あ、来た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 よ、出た出た、特にこの人、ここ、これ本当にうまいのシリーズ、ないだシリーズ、俺一回休んだからな。入るミトナット、いや、認めてないから入りたくないな、認めてね、まだだな、あきらさんどうしましょう、言わしとけ言わしとく言わしとけ、全然そのうち流し、どんだけすごいかまだ知らないと、流してやっから俺が。なるほどね。さあ続いてまいります、これです、田所さん、あの全然違います、エンジン、ほらエンジン、どこにあ、電人どこにあんだ、これこれ、ほらちっちゃいエンジンあるじゃないですか、これちっちゃいの、これでけえな、これまさかこれ奄美屋んとこのエンジンじゃねえだろうな、お前、これ違います、これ四国の、四国産エンジン、全部オール四国というところですね。これが D1 の今の最先端の86というところをまずね、見ていただこうかなと、ミトナットの2人に、ね、みんな車綺麗だな、そうですよ。そして話題は最新情報が気になる FT86 へ。実はこれ86はトヨタだけじゃないんだよね、スバルからも同じボディを使ってどうやら出るということで、スバルでのですね、この情報通を連れてまいりまして、開発ドライバーとしてどうやらそのマシンに乗ったということなんで、あ、やっぱりこの人だ、すいません、乗ってないっぺよ。あのトヨタとスバルの違いはどこにあるんですか。顔が違うくらいじゃねんか。エンジンは水平対向のエンジンを積んでるんじゃないんですか。知らん、いやそこのところをちょっと教えていただきたいんですが、何馬力なんですか、ね、どうなんですか、どういう仕様になってるんですか、いくらで出るんですかね。開発の連中はみんな降りてくるとニコニコしてるって言ってただろ、はい、楽しいんですか。楽しい、 あなたはいかがでした。ちょっとパワーが欲しいかな。あまりないんだ。でもいいんじゃない、市販車は。でも楽しい、面白い。今あのラリーでインプレッサー乗ってますよね。はい。入ってそうですよ、あの WRC とかでチャンピオン取りましたよね。はい。あ、じゃあこれ以上聞くと、はい、スバルの上から怒られてしまうということなんで、わ、はい、かりました、これだけにしておきます。はい、あのどうもありがとうございました。新井さん、ありがとうございました。ちょっとこら、新井さんか、こらこら、新井さんなんだな、あれな。ということで、どうやらスバルからも、ほぼ同じで出るということで、
まあ300馬力ぐらいあるのかなないのかなということないよ。やっぱないんだ。ないよ。あ、ないんですね、そこのところは、ね、デフも入ってないよ。ただですよ、どうせ D1 に使うとならばですよ、全然改造もできるしベースとしては我々いいんじゃないかなと思ってますが、なんか噂に聞くと、アキラとオリドが出るらしいぞ、2台で D1 に出るらしい本当に中間エントリーで作るの。あいつのはハードトップだけど俺のはオープンだ。え、そんなのオープン。あ、言っちゃった。あ、オープンってあんの。オープンもあんだ。あ、オープンもあって、あいつのはスーパーチャージャーで俺のはターボだ。スーパーチャージャーがあんの。スーパーチャージャー最初からでターボ。新井さんが言ってた。新井さんがねさあ、ということで FT86 が出るということで、ミトナットレーシングが復活ということになりまして、その発表をしてまいりましたけれども、世界制覇だ。世界制覇ミトナット、よろしいですか FT86 で。当たり前じゃねえか。世界制覇への道、ミトナットレーシングが一体どういうところに行くのか、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。おめでとうございます。なんだ、誰が来たんだ86の、今日は8月6日だ。おめえ知ってっかこいつ。知らねえよ。これセブンが買えなかった人の集まりでしょ。出た竹槍。どうやら風林火山、このロータリー一家も、何か対抗してくると、まあ、完全アウェーな感じだけど、ね、そうです。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ということで、とにかく何度も言いますが、これをもってミトナットレーシングの復活宣言ということです。どうか皆さん応援をよろしくお願いいたします。よろしく、はい、よろしくです。ありがとうございました。全イベント終了後のグランドフィナーレはなんと真夏の恵比寿土曜ラウンドは豪勢な花火とともに幕を閉じた。たまよー。